おはようございます。速稼塾の久保です。モチベーションについてちょっとお話をするとすればですね、モチベーションに左右されてるうちは半人前なんじゃないかなと思いますね。モチベーションでやるもんじゃないと思うんですよ。というのがモチベーションというのはね、劇薬であったり、覚醒剤みたいなもんなんですよ。ドーピングですよね。モチベーションが上がった時はやるけども、モチベーションっていつか下がります。というよりもすぐに下がります。急速に下がります。よしやるぞって決断した次の日にはもう消えてるんですよ。一晩寝るとなくなってるんですよ。だからモチベーションがあるとかないとか、モチベーションが高いとか低いとかっていう段階ではですね、目標はつかみにくいんじゃないかなと思いますし、それこそモチベーションの足を引っ張るものってのは日々出てきますからね。お腹が空いたとかね、彼女から別れ話が来たとかね、財布の中に金がないとか、なんかもう本当に山ほどあるんですよ。だから私はね、モチベーションを左右するものは、最初はあるでしょうけどもね、その一つが不安なんでしょうね。不安に駆られてやる、これはネガティブな動機です。ただ初めてスタートする人にとってはとっても大事です。このままいたらやばいってからね、言ってみればお風呂に浸かっててわーあったかいなーって感じるわけなんですよ。でも気がついたらお風呂じゃなくてなんか汚物だった、ゲロだったみたいなね。そしたらうわーって出るじゃないですか。それが最初のモチベーションでしょうね。早く出ないといけないって思うわけなんですよ。人間っていうのは変化しようと思ったら少なくとも今いる場所から離れなくてはいけないんですよ。でも友人から離れなかったりね、職場から離れなかったり、住んでるところから離れなかったりして同じ状況を続けるわけなんですよ。朝パッと目が覚めて同じものを見るわけですから、同じスタート、同じモチベーションからスタートになっちゃいますよね。ですからあえてこっちに枕を捨てたものを今日は反対側に寝てみようみたいなね、そのくらいの変化でしたら多分皆さんできると思うんですよ。枕の方向を変えて寝ると、起きた時にはまるで違うね、いつもとは違う180度違った風景からスタートなんで、おやって思うわけなんですよ。それが、脱出するためのちょっとしたきっかけになったりするんじゃないかなと思います。よくね、職場へのルートを変えるっていうのはね、サラリーマンよく言われるんですよ。いろんなものが見えてくるよって。でもあれにはあんまり意味がないですよね。気分が変わるだけで、なるほどと思う人がね、幸せですよね。あれはね。はい、ということでね、不安というものがモチベーションになるのは、あると思います。スタートラインではそこなんですよね。でも次の段階として、モチベーションを左右するものをね、語るとすれば、好奇心でしょうね。好奇心以上のモチベーションはないです。大好きな女の子、可愛いなって思ってね、すれ違った女の子に興味を持ってね、いろいろとその人のことを思い巡らしてみるとかね、それから気になる YouTuber さんがいて、なんでこんなに再生数上がるんだろうとか言って興味を持つ、この好奇心っていうのが多分謎とかね、自分の不得意分野を攻略するための大きな力になると思います。ですんで好奇心ですよね。好奇心に気づけるかどうかってことをよく頭を研ぎ澄まして物事を見ていかなければならないのかなと思います。好奇心を感じ続けること、興味を感じ続けることが、おそらく不安から離れてね、新しいモチベーションに振り替わる時だと思います。ここまでをまとめますと、最初の頃は不安からモチベーションが起こるんですよね。不安な要素を集めてモチベーション、将来年金足りないみたいだぞと思うから貯金しようかなとかね、稼いでいこうかなというモチベーションが変わるわけですよね。自分の所得が少ないな、このままじゃやばいな、だから副業しようかなと、独立しようかなと思うわけですよね。でやばいなと思うからいろんなリスクヘッジをするわけじゃないですか。でもこういうネガティブな要因っていうのは限界がきます。次はやっぱりね、好奇心なんですよ、もっともっと例えば月収100万の世界を見てみたいなっていうのね、そんなポジティブな好奇心ですよね。暮らすことは別に不満もなくなったと、大抵のことは自分でできるようになった。でも月収100万200万っていう世界に行ったらどうなるんだろうとかね、月収300万ってどうなるんだろうと、月収1000万ってのになったらどんなになるんだろうみたいなね。ビジネスをしてれば売り上げを上げてみたいって思う瞬間あると思うんですよ。でも売り上げが上がらない限りは売り上げを上げた時の気持ちがわからない。だからそこに対して好奇心を張り巡らせるとかね、本当に24時間365日やることがなくなった、お金のために時間のために働くことがなくなった人生っていうのは一体何が見えるんだろう。それは本当に自分の興味があるものしか見えなくなります。で自分の興味がないことに時間をかけることがいかにバカバカしいことが分かってくるんで、ものすごく爽やかな人生になってくるんですよね。それこそね、作業すら必要なくなります。何かお金を稼ぐために作業するってことすらなくなるんですよ。お金を稼ぐためには待っていればいいというね、月末になったら入っているとかね、週末になったら入っているっていう状態です。もっと言うと瞬間的に突発的に300万必要になったなと思ったら、じゃあ自分の今まで磨いてきたスキルをまとめて販売してみるか、これで300万できるというね、この繰り返しで人生が進んでいく、まさに好奇心ですよね。自分のスキルって売れるのかなと、
自分の声に反応する人ってどのぐらいいるのかな。だから集客じゃないです、もうすでに一定数の集客ができているという前提をもとにですね、自分がこの情報を発信したら何人が手を挙げてくれるかなと、誰が興味を持ってくれるかなと、誰が一番に買わしてくださいって言うかなって、ね、そういうふうな好奇心が売り上げを作っていくっていうフェーズになります。はい、でモチベーションはここまでなんですよ。モチベーションがなくても、逆に言うとね、モチベーションが大マイナスでも全く問題なく行動できて結果をつかむことができる、まあ、これがね隠居のフェーズじゃないかなと思いまして、私もそういう隠居になりたいなと思ってね、日々邁進しております。ということで今日はですね、モチベーションについて語ってみました。不安に駆られてモチベートする、そして好奇心に駆られてモチベートする、最終的には何もなくてもモチベーションがなくったってやっちゃう、結果をつかむ、こんな感じですよね。思えばですね、花梨央さんは私ね、新しい職業がもう今生まれてると思うんですよ。そのモチベーション、人のモチベーションになる、やる気になるモチベーターってやつですよね。花梨央さんは発信者としておそらくモチベーターになる要素がかなりあるんじゃないですかね。花梨央さんがやるのを見て、あ、自分もやんないととかね、花梨央さんがやってるのを見て、あ、俺こんなにやってねえな、不安だな、追いつかないとみたいな、ね、どっちにしても花梨央さんは不安要素を感じさせる意味でも好奇心を湧き立たせるにも、両方にねモチベーターとしての要素があるんじゃないかなと思います。ぜひね、そのモチベーターとしての魂でね、多くのこれから出会う人、今まで出会ってきた人、みんなを引っ張っていってあげてください。いってらっしゃい。